ティラリスの「キラキライメチェン教室」。今日はプリキュアたちをイメチェンしちゃうわよ。普段のイメージとはガラリと印象を変えちゃうわ。まず最初にイメチェンするのはキュアショコラよ。イメチェンって初めてするから楽しみだよ。キュアショコラはもうこのままでとっても素敵だけど、切れ長のこのお目々をまん丸ばっちりお目々にイメチェンしてみましょう。キラリスイメチェンスタート。キュアショコラのお顔がバッチリお目目にチェンジ。うふ、とってもバッチリになったわね。どうなんだろう、これって似合ってるのかな。次はキュアパルフェをイメチェンしていくわ。どんな風になるのかしら。いつも自由なイメージのあるキュアパルフェは真面目な印象の女の子にチェンジしちゃいましょう。キュアパルフェのイメージチェンジ。キュアパルフェが真面目な女の子にチェンジよ。あらら、これって私に似合ってるのかしら。いつもとはだいぶ違う印象になったわね。次はキュアジェラートよ。キュアジェラートはどんな風にイメージチェンジしようかしら。キュアジェラートのイメージチェンジ。キュアジェラートはお口をぷっくり魅力的にしてみたわ。これで女性らしさアップよ。イメージは変わったけど、これって可愛いのかな。次はキュアマカロンね。キュアマカロンもこのままで完璧の美しさなんだけど、パッチリクリクリお目目のキュアマカロンも見てみたいと思わない。キュアマカロンのお目目をパッチリクリクリにしちゃうわよ。キュアマカロンのイメージチェンジ。どうかしら、パッチリお目目のキュアマカロン可愛いわよね。あら、目の前がキラキラしてるわ。どうかしら、似合ってるのかしら。次のイメチェンはキュアホイップよ。元気いっぱい、いつも笑顔のキュアホイップ。ちょっとワイルドさがないと思わないかしら。ワイルドさも魅力の一つよ。キュアホイップをワイルドにして魅力を引き出してみましょう。キュアホイップのイメージチェンジ。まあ、キュアホイップがとってもワイルドになっちゃったわ。サングラス一つでイメージがとっても変わるわね。素敵よ。なんですと、ワイルドな私、どうかな。
最後はキュアカスタードね。よろしくお願いします。キュアカスタードは髪型もお洋服も可愛いし、お目々もすごくパッチリして魅力的だわ。なのでイメージチェンジするには大幅な改革が必要ね。まずは髪の毛を取って、そして髪型を変えていくわよ。キュアカスタードのイメージチェンジ。キュアカスタードはあわあわにして髪型をチェンジよ。どうかしら。なんだか新しい自分が見れた気がします。プリキュアたちのイメチェン、どうだったかしら。みんなは誰みたいになってみたい？ワイルドなキュアフィップ、ふわふわ系キュアカスタード、キラキラキュアマカロン、大人の唇キュアジェラート、真面目一筋キュアパルフェ、うるうるおめめのキュアショコラ。みんながなってみたいと思ったプリキュアをこの動画の下にあるコメント欄に書いて教えてね。やだ、恥ずかしい。え、何何、誰にもなりたくないですって。みんなこんなに魅力的なイメージチェンジに成功したのに、誰にもなりたくないってなんでかしら。不思議。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくねー。